群馬工業高等専門学校は群馬県前橋市にある日本の国立高等専門学校である。1962年に設置された。略称は群馬高専。本科語学科、専攻科に専攻を要する。学校内に高崎市と前橋市の市会が存在する。2005年5月に専攻科、生産システム工学専攻。 環境システム工学専攻教育プログラムが工学関連分野で日本技術者教育認定機構の認定を受けた。定員は各学科とも1学年各40名。各学科のより高度な学習、研究はもちろん横断的な内容も取り扱う。交渉は工芸三山をモチーフとした図柄に光線の字を入れたものである。また、群馬大学も 同様の交渉を用いている。校歌は1963年12月19日に披露された。佐藤春を作詞、新次、清作曲。現在は音楽の科目が廃止されたため、校歌を歌える学生は少ない。全学生が会員となる、学生会が組織されている。学生会には様々な機関が置かれている。全会員によって構成される最高議決機関。 学生総会に次ぐ議決期間。学生総会や表議委員会での決定事項を執行する最高執行機関、学生会執行部の下に置かれる。会長、副会長を選出する選挙を運営する。各年で開かれる学園祭、校歌祭がある。2日にわたって行われ、2日目の夜には花火が打ち上げられるのが伝統である。国内大学、ありがとうございます。